都電、西部は、かつて、高知県高知市にあった、百貨店である。高知の中心街である張馬や、交差点角に位置した。1958年3月に、土佐電気鉄道が建設した、土電会館が前進。百貨店やレストラン、映画館、結婚式場、文化ホールまで備えた時代の最先端を行く施設で、土佐電気鉄道のターミナルビルとして建てられた。 オープン初日は3から4万人が訪れて、順調に業績を伸ばしたが、徐々に厳しい状況となり、マイカーの普及が影響を与え、経営を圧迫するようになった。そして、1973年11月30日に、西部百貨店との資本提携により、都電西部百貨店と名称を変えて新たにスタートし、翌年には大幅な増改築を行った。 バブル景気に向かう1980年代から1990年代初頭にかけて都電西部の最盛期だった。売上高は1991年の126億円がピークだった。1992年には高知西部と名称変更した。しかしバブルが崩壊してからは売上は下がり2000年12月に イオン高知ショッピングセンターがオープンしてからは、決定的に客足を奪われ、2002年2月に、高知西部は、閉店を発表。そして、同年12月25日に閉店した。閉店後の跡地に進出した123張り間や、橋店建物や跡地についての再利用はなかなか、まとまらず、しばらくの間は閉店された建物がそのまま残され、 バスターミナル部分は継続して使用されていた。閉店から3年が経過した2005年11月10日、限りでバスターミナルの使用が停止され、同年末より建物の解体が始まり、2006年6月には、さらちとなった。跡地は、大阪の不動産会社オーナーズブレーン社が取得し、2007年7月に再開発で商業ビルを建築するプランを公表した。 2008年1月にはテナント説明会を開催し、2009年秋オープンというスケジュールも示されたが、同年8月にオーナーズ社は建築費の高騰等を理由に単独事業での再開発の断念を表明。新たなデベロッパーに土地を売却するか、共同事業とする形での再開発を検討するとしていたが、結局まとまらずに2009年6月に計画自体を 白紙に戻して撤退した。同年11月19日、跡地は大阪のアーク不動産に転売される。地元では、アーク不動産の取得時、この土地にパチンコ店が出店されるのではないかという不安視がなされていた。これを受けて、土佐電気鉄道の社長らが代表を務める西部跡地を考える会は2009年12月16日。 パチンコ店建設に対し反対の声明を出し、25日には2万9000人分の署名を県都市に提出して、跡地取得の要請を求めたが、両市長は法律上の観点から行政取得は不可能との見解を示した。同会は翌年の2月に再び署名を集め、同様の要請を行ったが状況は変わらず、跡地にはノベデンエンタープライズのパチンコ店、 123が出展している。ありがとうございます。